はい、それではよろしくお願いします それではあの私の方から、うちの岩手県から今参加してます、加西と申します。今46歳です。岩手県のガスの会社で、産業用とか家庭用とか、それからあの主に私は医療の方やってまして、医療用のガスとか呼吸療法、こういったものの在宅のサポートを行ってます。東日本大震災では、被災医療機関とか在宅患者の支援ですとか、その際に停電、避難先の把握、酸素吸引の維持とか、それからまあガソリンの不足、こういった課題を目の当たりにして、その後熊本自身も支援行ったんですけれども、ここでは感染防止とか、 関連しそれからここではあの衛生的な水の確保とか、安全な避難場所の確保、こういったものが課題として、宿題でもらってきました、その後西日本豪雨でも活動してたんですけど、この時は水の問題ですね、水害地域の支援ですとか、上下水道が損壊した地域で衛生環境をどうやって維持するか、こんなこともやってきました。 私は現場人間なので、こういった在宅の患者さんのお宅によく行きます。これ、子供の患者さんなんですけども、この子の周りには、すごくたくさんの医療機器があってですね。 例えばエアコンみたいなものもこの子の場合、体温管理ができない子なので、医療機関以外でも必要なものというのがたくさんあります。停電が起きると、この子の周りのものはすぐ止まるものが多くて、呼吸器とかアルスオキシメーターは少し動くんですけれども、24時間経てば、この子の周りのものはまあ何も動かなくなるということで、こういった環境で在宅の患者さんが何万という単位で、日本で治療されています。